箱庭療法は心理療法の一種で箱の中にクライエントがセラピストが見守る中で自由に部屋にあるおもちゃを入れていく手法。表現療法に位置づけられるが作られた作品は言語化される時もある。基本的に自由に見守られながら表現することが重要であると言われている。現在は成人の治療にも使用されるが元々は遊戯療法から派生した。 米国や欧州など世界で用いられる手法であるが日本でも幅広く用いられている。1911年 SF 作家の H.G. ウェルズが自分の子供と床の上でミニチュア玩具を並べて遊んだ印象深い体験に基づいてフロアゲームという本を書いた。その本を読んで感動したイギリスの小二回でクライン派のマーガレット・ロー・エンフェルトが世界技法が ユング心理学を基盤として、さらに発展させ、砂遊び療法そして1965年、河合尾により箱庭療法が日本に紹介された。最初は、天理市と京都市に導入され、実践と同時に、多くの箱庭療法に関する研究も京都大学の河合尾や山中康弘、岡田康信などを中心に行われる。その後は、 一つの大学にとどまらず他の大学においても活発な実践、研究が行われるようになる。現在では、病院、学校等の心理相談室、少年鑑別所などの機関で使用されている。日本には伝統的にお盆の上に石を置き、風景を作る盆石や盆山、盆景などがあり、古くから箱庭で遊ぶ文化があったという。江戸時代末期から明治諸島にかけては、 多くの流派があった。床は秀樹は幼い頃、盆石遊びをし、その遊びを通して自分の世界を作っていたという。このように箱庭が日本に古くから伝わる遊びや風習の中にあったと言える。箱は所定の大きさがあり、それを使用することになる。米国では箱庭療法を導入している病院があるが、基本的に箱のサイズは規格化されておらずバラバラである。 砂の種類は特に決まっておらず、基本的には自由であり、いろいろな砂を使用する。ちなみに、箱庭の枠であるが、これは非常に重要である。統合失調症の治療で有名な精神科医で、日本独自の風景構成法を考案した中井久夫は、東京で、河合の箱庭に関する発表を聞き、箱庭に枠が使用されている点に注目した。そして、患者が、 箱庭の枠があるために箱庭による自己表現が可能であり治療効果があることに気づいたという中井は紙の円を枠として考え治療者が枠をハンドライティングで描くという自身の風景構成法の枠付け法に応用した中井や山中康弘などの医療系の精神科医が箱庭療法を病院に持ち込んだことで箱庭が教育現場だけでなく 病院臨床でも使用される契機となった。使用するおもちゃは特に決まっておらず、規格化されておらず、セラピストが自由に集めてくる。四分道2002ありがとうございます。